そう、いやが欲しいの。お化けお化け、足首こけれます。足首です。分かんない人はこれどんどん置いていくからね。笑ってほしいだけなんでちゃんと気づいて脱げばできますからね。オッケー、いくよ。さあ、こっからもっと分かりやすいやついこうか。水晶玉つけます。これテレビでも有名になったあの芸です。なんとなく浮いて見えるって芸です。ただこれあくまでもマジックじゃないから完全には浮きません。だからお願い、今よりももっと浮いてみたらリアクションください。一番嬉しいリアクションはオーティナー発手です。オーティナー発手、いけるかな今日の空気。3、2、1、GO。ちょっといい空気だな。もっと頑張る。折り合ってるのか、どんどん頑張りますか。ちなみに僕が一番好きな技、正面消えてる。ごめんなさい、伝わるかな。あ、いいリアクションです。横浜伝わるでしょ。正面から見てもっと浮いて見えるの。そのオールシス、こっちもやります。リアクション薄い。いい、しょうがない、人数少ないからね。できればね、ここだけ全員本気でもらってほしいことあります。一番浮いてみるさ。ただ問題があって、浮いてみるのは多分一瞬なんですよ。だから先に箸の用意をしといて、サブってこと今だけお願いします。いくよ、ワン、浮いてみたら全員発症。その大橋、ちょっといい空気なんでおまけです。僕が今一番練習したそう。僕が今一番練習したそう。何がすごいって、一番難しいのにリアクションは今までで一番少ないです。で、そこでもう一回やりましょう。指先の準備運動、兼ねためちゃくちゃすごい技、コインを使ったあのマジック、もう一回やります。これ握って手がさっきやったよね。これ全然もう箸じゃないの分かってますから、もっと難しいやつやります。コイン上から下の中度は重力、この逆をやります。下から上にコインが飛び上がる。当然投げるわけではありません。そこはちゃんと見ておいて。あとこれ早すぎると多分飛んでるのって全く見えないでしょ。ゆっくりやるんで、飛んでるのも全員で箸ね。オッケー、できればこれも一瞬なんで箸と用意しといて、一瞬だから。ワン、ツー、スリー、箸欲しいタイミングは今です。そのです、いい空気になってきた。おまけでこれもやろうか。多分誰もが一度はテレビで見たことあるあのマジックを生でやります。テレビと違うのは周りを囲まれたこの状況、しかも振ったりもしません。このままいきます。見たことないでしょ。せっかくもう最初来てくれたんで、ここでやりましょうか。見たことないでしょ。こんなに至近距離でスプーンがゆっくり曲がってるところ、横の方で見づらいでしょ。この向きでさらにスピードアップ、ゴー。何がすごいかっていうと、リアクションがある前に箸は全然ないんで、もう一回やります。今度戻します。戻って途中反応ありません。まっすぐに戻ったら揃えた拍手をお願いします。完璧です。それではここから僕のメインパフォーマンス、スーパージャグリングショータイム、いってみます。ここから僕のメインパフォーマンス、スーパージャグリングショータイム、いきます。ちょっと待って、本音で言っていいですか。スプーン曲げまで